フリカ大陸北東部、今回はアフリカ大陸最大級の都市エジプトのカイロの映像をお伝えする。はい、これからエジプトに向かいます。行きましょう。第46カ国目エジプトの前にエジプトについて少々。人口1億人、アラビア語で発音できない。紀元前3000年ぐらい前から文明があって、かなり歴史は深いけれど、ローマ帝国とかオスマン帝国とかいろんな植民地を経て今のエジプトの元ができたのはイギリスから独立した1922年です。今回の動画ですが、デモの最中で街の中がかなり荒れているので、なんで荒れているのかっていうのをここで簡単に説明します。まずはまだ記憶に新しいアラブの春。2010年末頃チュニジアから始まり、アラブ諸国で起きた民主化デモです。エジプトに飛び火したのは2011年、エジプト全土で独裁政権のムバラク大統領の辞任要求デモが発生し、30年続いた独裁政権が倒されます。そして次の大統領はムルシーという人になりました。ムルシーはムスリム同胞団という厳格なイスラム法によって統治されるイスラム国家を目指すグループの人でした。しかしこれに反対したのは、母国の厳格なイスラム化に反対する若者や既得権益を脅かされる富裕層や軍部です。どんどん憲法を改正し力をつけていくムルシーに反対し、2013年に入ると若者がデモを起こし始めます。そして2013年6月に全国でデモが起こると、軍も参入、クーデターによりムルシーは辞任に追い込まれます。次に大統領になったのはクーデターに成功した軍の中心にいたシーシー。当然ムルシーを支持していたムスリム同胞団はデモを起こしますが、新政権側はムスリム同胞団はテロとつながりがあると国営テレビを使い大々的に報道。ムスリム同胞団が勢いを失い始めると治安が安定し始めます。そして多くの国民は安定を望んでシーシー大統領を支持し、現在まで至っています。それで僕が言ったのは2013年の3月、全国で巨大デモが起きる3ヶ月前で、カイロで一部の若者が暴れている頃の映像です。 FIFA ランキング52位です。アラーハリ、お、すげえ、アラーハリがいます。アラーハリ、yes. Is it the champion of Africa? Yesterday he's play and he's win 2-1. おめでとう。はい、ここが噂のタハリール広場です。まだちょっとあちらにはデモ隊のキャンプっぽいものが残ってます。そしてあの後ろには放火されたビルですね。元ムバラク政権の政党があったという建物です。ここの広場で20万人規模のデモがあったらしいです。火炎瓶に放火されている。去年の1月の出来事です。信号とかも完全に壊れてますね。ひどいことになってます。これがエジプト革命の爪痕です。はい、あの久々のマクドナルドに来たわけですが、なんかもうえらいことになってます。え、本当だ、こっちも紙入ってるね、ビッグマック箱の中に紙が。そしてここにデモの爪痕らしきものが残ってます。燃えた車、なんか車が1台増えてますね。昨日よりも燃えた車が。そこの水はけの悪い状態が残ってるのが、そらく放水車なのかもしれないです。エレベーターが真ん中で止まる、そんなところです。怖いよこのエレベーター。怖いよこれ、すごく高いです。車を、おー怖い怖い怖い。エジプト、上げて上げて。おお、久しぶりだねこの感じ。エジプト名物ポシャリです。このなんか炭水化物たっぷりのやつに、なんか揚げ、なんだ、揚げ物みたいなやつ、これにトマトソースをかけて食べます。これが噂のナイル川です。
世界三大ガモの一つ。一人大ちゃん、こっちにやつ取れた。マリンボ。マンチェスター。変なところ変わってんな。ここまでにしてもらうと逆にすがすがしいです。はい、また別の広場にやってきました。ラムセス広場。うまそう。結構すごい、完全に腐ったベンツがあります。アップルベンツ、コカ・コーラ。ちなみに数字が全く読めないので、こんなメモを持ち歩いてます。完全にあれじゃん、ゴーストタウンだよこれ。でもなんか本当アラブって感じだね。なんでしょう、これはゴーストタウンチックなところです。門はあるけど中に家はない。あ、でもちょこちょこ人住んでるっぽいよね。そうだよね。すげえ謎じゃない？家がないのになんか人はいるよね。これがあれ、アラブのスラムなのかな？アラブ式スラム？これがスラムなのか？スラム？何なのか分かんないけど、住宅にしてはマンションあるけど、この家の中空っぽで、そしてまたまた車の燃えかす。家の中もこんな感じなんだね。真っ暗。うわー、なんかスラムだよこれ。すごいね、これなんだろう。完全になんか燃えた跡だね、これ。臭い。洗濯場だよね、これ。何なんでしょう、ここは。このエリア、住宅の7割ぐらいがこんな感じで半壊してる。人が住んでないっていう不思議な反ゴーストタウンって感じです。カイロ名物フルーツポンチみたいなやつです。レバーと卵？卵かな。お土産物屋さん街にやってきました。ごちゃごちゃしてます。どれ？こんにちは。見るだけただご覧ください。ただじゃないでしょ。プレステ3売ってるよ。はい、今日はうまいと有名なパスタ屋に来てます。はい、2時間待った挙句シーフードパスタがやってきました。古き良きカイロの住宅街でございます。築何年ぐらいだと思う？100年ぐらい。100年もいってるかな。いけないかな。ボロボロだね。ねえ、みんなシシやってんね。うまっ。普通にやり、洗濯物。
タワリール広場50メートルのところにいます、今デモが起きておりまして、現地人に近づくなと言われております。次回もエジプト、この国といったらまず最初に思い浮かぶ例の建造物を見に行きます。超巨大。その後はカイロから白砂漠ツアーに参加、なんとなく参加したものの、これがめちゃめちゃ良かったです。次回ネルフ本部、お楽しみに。